これこれでこれ。それではミーアリンカネーションの続き始めていきたいと思います。で、前回の続きです。水属性に合わせていった方がいいんだよね。面倒だ。無理はできませんね。よし、先進めるよ。やったね、フィオちゃん。フィオちゃんの足が重くなっちゃってるからペースを合わせたいところなんだけど、先進ませてもらうよ。あともう少しだけど、私壁にぶつかった。あそこか、黒いかかしあるの。怪物さん、願いが叶ったら。だってフィオちゃんのさ、言葉もさ、ちゃんとしっかり、なんだろう、喋りにくくなってる。そうだよ、これ聞き取りにくくなってるの。先生って誰だ。フィオちゃん、ともうちょっとだよ。頑張ろう。黒かかしまではフィオちゃんと一緒に行くんだ。でもここもさ、また水通ってんのいいな。この間に水入ってるのがめっちゃいい。あたりに入りますか。わー、かなりさ厳しくなってるよ。ちょっとこういう時はさ、一旦様子見よ。よし、この方に入りますか。はい。
うなるかな。フロムリ、よ、読めなかった。びっくりマークだね。これで上に進む。なんかエレベーターまた乗ってきたのかな。少女は道の先へと進んでいく。行くべきどこかの答えを知るため、そして暴走した長女を探すため。破れた手記の一部。今日の調査で私たちは廃墟となった研究施設を発見した。残置された書類を見るのに生物遺伝子に関する研究施設だろうか。発見したものの中で特筆すべきはやはり稼働を続けていたゴールドスリープの装置だろう。側面にはエレノラと刻まれていた。明日こちらの報告に対する上の判断が下り次第装置内部の調査を行う。この発見が人類と我々の未来に寄与することを願う。お、なんかいるよ。巨大な部屋の中央で少女を待っていたのは白き巨体を持つ異形たちの王。たちの少女にはわかる、うん、あれは暴走した長女の姿だった。姉は白い翼を広げ、戦わなきゃいけないの。おぞましい声で吠える。世界を呪う悲鳴が施設中に轟いた。